想を変えて、以前知人がゴッホを見て贋作や言うた時にね、私が何をしていたのかというお話をしたいと思います。美術館でね、私が何をしていたのか、私の本場所は何だったのか、ゴッホさんとね、話してました。まあね、頭おかしいと思われるでしょうけどね、話してました。何を喋ってたのか、ゴッホさん1年生なのに5年生のね、教室に座ってはった。で、私がね、ゴホさん、あかんやろ、5年生ちゃうのにそんなとこいたら、って言ったらゴホさんね、いや、だって5年生言うなって、そんなん、座ってたら勝手に5年生なったんやろ、なんか努力したわけでもなし、ずるいわ、そんなん、そんなんやったら自分だって5年生でええやん、っておっしゃった。5年生はね、方程式とかやってんねん。でもゴッホ君ね、なんか足し算とか割り算とかしかまだ勉強してへんやろって言ったら、ゴッホ君ね、いや5年生だってさ、ほんまに方程式解けるかどうか分かったもんじゃないで、解けへんのちゃうかって。それどころか足し算とか割り算だってちゃんとできへんのちゃうかってゴッホさん言ってきました。じゃあ、ゴホさん、足し算、割り算、掛け算、引き算、やってみてよって言ったらね、あんまちゃんとできてなかった。ちょっとゴホ君、赤いなの、それじゃ、って言ったんですけどね。いやいや、でも、みんな、5年生も似たようなもんやって、だって座ってるだけやろって言ったのでね、私が、じゃあ、ゴホ君、私がね、方程式解いたらね、5年生ちゃんと勉強してるって認めてくれるって言ったらね、そうやったら認めるって言いました。私一人でええんかいってね、ちょっと思いましたけど、ゴホさん別にいいよ、一人でも5年生ちゃんと5年生やれる人がいるなら、まあ自分納得して1年生の教室変えるわって言いました。それでね、私ゴホ君にね、方程式解いてあげました。解いてるとこ見せてあげました。なごほさんね、納得して、ああ、ちゃんと解ける人いるんや。ほな、自分1年生の教室帰るわ。言ってね、帰らはりました。知人からね、ごほくん、後から聞いてね、知人から贋作があるっていう話。ごほくん、なんか贋作、君の名前使って贋作ね、書いてる人いっぱいいるらしいで。いっぱい贋作書いてる人いるらしいでって言ったらね、別にいいよ、興味ないそんなことって言ってね、帰らはりました。ね、何言うてんやと思うかもしれないですけどね、ゴッホさんというものもね、一生見てね、そこからゴッホというものをね、再構築する、そして、それと会話をする。まあ大体私が美術館に行くとね、そういうことしてます。時間というものはね、存在してないんですけどもですね、美術館に行くとね、その人の一生というものが、そのまま見ることができる。絵というものを、絵とかね、彫刻というものを通して、一生ね、眺めるっていうのはね、結構珍しいことです。電気とかだったらね、絶対誰かの、ね、手が入ってるんですけど、絵はそのまま見ることができるんでね、しかも時系列にね、ちゃんと並べてくれてね、キャプションでちゃんとね、この人この時ここに住んでましたよとかね、誰かとこういう人と一緒にいましたよとか書いてあるんでね、
再構築しやすい。第1回でね、大トロをちゃんと見る、ちゃんと感じきる、それが何かということを理解する、それのまあ訓練にもなりますし、この世界をね、生きるにあたって、自分はどういう立場で、何を目がけて、どういう解決方法を示せるのか、自分の自身の中でね、自分の世界というものの中で自分は何ができるのか、自分の冒険、どのような冒険なのかというのをね、自分自身に理解させるため、生きるためですね、に、私は美術館に行ってそういう会を、してたりします。まあ美術館だけじゃなくてね、どこに行ってもね、そんな感じで見えざるものと会話してる、知人が贋作や言うてる間にね、私はそういうことをしていたという話です。以上です。ありがとうございました。